市川恵比蔵息子勸玄君役者になってきた5月に十三代目市川團十郎白猿を襲名する市川海老蔵さんと八代目市川新之助を襲名する長男勸玄君が襲名披露興行の発表会に出席しました一言で言えば心細いですよね父がいない妻もいないその中で子供をそのような襲名また自分自身も大きな名跡を相続するということはまあ あいろんなことを感じますね一方リラックスした様子で会見に臨んでいたカ玄ゲン君は堀越カ玄です今年に市川新之助を就命しますお願いします <laughs> 今年にウイロウりとヤマンバのカイマンを務めさせていただきますどうぞお願いしますと元気に挨拶エビゾさんが おじいちゃんの團十郎さんに似てユニークな性格と話す勸玄君は会見中、質疑応答で記者を指名する海老蔵さんの仕草を何度も真似するなど子供らしい姿を見せていましたが <laughs> でも役者になってきましたよね、雰囲気がね、赤棒みたいなところもありましたけどいまあだにありますけど、なんかこう役者として俺はやってあるんだみたいな、そういうような雰囲気はね出てきましたね。<laughs> そんな父の言葉に恥ずかしそうにしていた勸玄君でしたが。楽しみです頑張ります